で、ね、ここからは一人ずつ出てきますので、ここ早めに、ね、実況でご覧ください。埼玉平原幸太、3番秋田森沢俊、4番福島小松崎大地、5番広島松浦雄二、6番長崎井上正樹、7番茨城吉田拓也、8番大阪皆川翔、9番福島新田雄大。バンク内から大きな拍手が聞こえます。何年ぶりでしょう、久々の感覚実況席追われています。前橋競輪の G1 です。第31回の友人新の杯世界選手権記念トーナメントです。4日間のシリーズ勝ち上がってきた9選手最後に登場してきました。決勝戦の12レースを迎えていきます。この12レースは前橋1周335メーターのバンクを6周回ります。2035メーターで行われます。最後に9番の新田が発走台に到着しまして、9選手が出揃います。3連単の人気は割れに割れました。1番人気でようやく40倍を切ろうかといったオッズを締め切り直前は示しています。では対戦メンバーです。1番は大阪古庄優作、2番埼玉平原幸太、3番秋田森沢太、4番福島小松崎太一、5番広島松浦雄二、6番長崎井上正樹、7番茨城吉田拓也、8番大阪稲川翔、9番福島新田雄大。以上9選手の対戦、決勝戦12レースです。1番の古庄優作です。昨年のグランプリチャンプ1番の古庄、総力戦で2日目から連勝ゴールです。そして関東ラインは7番の吉田拓也です。昨年の新王杯はもがき合いになりました。7番の吉田、今年はどうしますか。2番の平原幸太がその7番吉田拓也にマークしていきます。新王杯では2人目になります。連覇にリーチをかけています。12レースの発走です。12レースが始まりました。2番の平原、そして外側から6番の井上が飛び出していきますけれども、内側で2番の平原が前を主張しに行くか、その平原の外側から6番の井上一歩前に出ようとしますが、内を救ってきました2番の平原です。これで関東勢が前受けになりました。一車下げる形で6番の井上が2人目です。松浦が初手は3番手になっていきまして、さらに後ろからは1番の古庄、大阪ラインが5、6番手となりますと、北の3人は後ろからです。直線戻ってきまして、レースは2周目に入るところ、7番の吉田が上がってきます。2番平原の前に入ります。そして5番の松浦が6番井上の前に入ってきますと、最初の並びが出来上がってきます。前を取りましたのは関東ラインです。7番の吉田拓也の前受け、マークには2番の平原幸太、関東勢が前受けです。3番手5番の松浦雄二です。グレードレース優出ラッシュが続きます。高いレベルで安定した結果を残しています。マークには西九州引っ張ってきました6番の井上正樹、5年ぶりの G1 決勝です。残りは4周、1番の古庄優作が初手は5番手です。マークには8番の稲川翔、 BMX から競輪界に飛び込んできた大阪の2人が連携していきます。後ろ攻めからは9番の新田雄大です。競輪界4人目のグランドスラム達成なるかどうか、新王杯3年連続の決勝、マークにはこの前橋の新王杯3度目の決勝進出、相性のいいバンク、そして舞台です。4番の小松崎太一、北の3番手3番の森沢太、自身9回目の G1 決勝、 G1 初 V がかかる2人が北の番手3番手です。残り3周を切りました。ゆっくりと残り3周で9番の新田が上がってきます。新田が上昇してきまして、1番古庄の横、さらには
5番松浦の横を通過していきまして2周半を切ります。前では7番の吉田が待っていますが、9番の新田が前に出る。4番の小松崎、そして3番森沢、すかさず1番の小翔がかましていきます。直線戻ってきまして残り2周、小翔が一旦前に出て緩めました。9番の新田は3番手を取る。北の3人が3番手から5番手、さらには5番の松浦6番手、そして7番の吉田真由紀から引いて8番手の位置、その吉田がかましていきます。バックストレッチに入ってきまして7番の吉田、しかし前では1番の小翔がペースを上げている。吉田が3番手、車間が空いたところに収まってきまして直線前は、しかし大阪勢後方からは5番の松浦もまくりを打ってきまして残りは1周です。松浦のまくりは現在5番手、しかし前で逃げていますのは1番の小翔、小翔の先行になりました。2番手ですけれども8番の稲川、7番の吉田が再びまくっていく。後方からは森沢がまくってきましたが大外、最後の直線に入ります。内をすくってきたのが9番の新田、外からは誰が来た、新田か森沢か。決勝戦の12レース、インをついく形になったのは新田、大外ぶん回してきたのは森沢、そして係員が4番小松崎のところに近寄ろうとしています。決勝戦の12レースです。最後は4コーナー、多くの選手が横に広がる形になりました。9番新田がインをつきまして大外から3番森沢も伸びていたように見えます。そして係員が4番小松崎のところ